ゆうとび、本日の動画はこちらでございます。花の飛び方。では早速撮りましょう。はい、ということで本日は皆さんこれ見て、めっちゃ可愛いチューリップ、チューリップとね桜が咲いておりまして、今回はねもうシンプルに花の撮り方、これのね説明をしていきたいなと思います。毎年毎シーズンね花がいろんなところで咲き出すんですけども、結局ねこう目で見て綺麗なんですが、カメラでどう撮ればいいのかねわからないっていう方ね多いと思うんですよ。なかなかねほんまね難しいんですね、花を綺麗に撮るのって。でゆうといもねもう花を撮りに行くたびにも悩んでおりますが、そんな中でもねゆうとびなりにいろいろ編み出したことがありますんで、これをね皆さんに伝授しつつ、どうすれば綺麗にねこの花を可愛く撮れるのか実践しながらね説明していきたいなと思います。ということでですね、まずは皆さんちょっとこれね真っ黒の世界で皆さんをねお届けしたいなと思います。真っ黒の世界、今回はねこのマクロレンズ 100mm のねこのレンズを使って花をね撮っていきたいなと思います。まず1枚目はね真っ黒の世界、これをやっていきます。その後別にマクロレンズじゃなくても撮れるね花の綺麗な撮り方説明していきますんで、どんな方でも真似できる撮り方やりますんで皆さんお楽しみに。ということで早速マクロの世界へ、レッツラゴー。はい、ということで皆さんこれでね今マクロのレンズに切り替えたんですけども、このねチューリップたちをねまずは縦構図で撮っていきたいなと思います。でこれねこのマクロレンズ、マクロで撮る時もマクロで撮らない時もねどんな時もなんですけども、とにかくね太陽からこの逆光の位置でね撮ってください。今太陽向こうにあるんですけどもね、こっちからねこうやって撮ります。その方がねよりふんわりした感じになりますんで、とにかくねまず逆光を意識して撮ってみてください。ほんでですよこれねマクロレンズ、まあ、簡易マクロとかついてるレンズでもいいとは思うんですが、これねできるだけね近くのこの例えばこういう花びらとかにクローズアップして撮ってあげてください。クローズアップ、せっかくねこれマクロレンズを使うので人間の目ではね見れないようなところ、もうカメラでしか見れないようなこんなねもうめっちゃ近くまで寄った写真を撮ってあげた方がよりねこれ感動は伝わると思います。でこうさっきねこう逆光が一つポイントって言ったんですけども、花撮影で重要なポイントの2つ目がこう、ね、写真のね奥行き感を意識する。でその方法が手前と中間と奥に3つにね分けて、手前中間奥で3つに分けて撮る。手前にも何か置く、中間に何か置く、奥にも何か置くみたいな感じで3つにね分けて撮るっていうね意識をしてください。っていう中でねこれ今この写真なんですけども、こう3つに分けた時に手前に大きく前ボケ入れてます。ほんで中間にちょうど写したいこの花びらを置きます。ほんで奥もねなんかこう適当なこんな空とかこういうところを背景に使うんじゃなくて、奥もちゃんと花びらピンク色のボケになる位置にカメラをこうやって決めます。これでねこうちょうど写したいものを中間に置いて、前と奥でなんかボケで挟むことで写したいものを際立たせるっていうことができるんですよ。とにかくこうもう花の写真はねそれを意識してください。逆光で撮る写真をこう3段階に分けて前中間奥、この分け方で撮ってあげてください。ところでもうここをシンプルにね縦構図で撮っていこうと思います。で設定していきます。とりあえず安定の A モードか、あの露出補正ね今回白飛び黒飛びでなるべくしないように、かつこうふんわりに明るくね写したいということで、プラス 0.7 にちょっとだけ上げております。今回ねこうもう太陽逆光で撮りますんで、露出補正ねプラマイ0とかにしてしまうとちょっとね黒つぶれしてしまうところが出てしまうと悔しいので、ちょっとプラス 0.7 にしておきます。ほんでこれなんか太陽の周りリングになってるやんけ、何よこれすげー。ほんでですよ何やったっけ。これね F 値をねもう一番低い数字にします。 F 値 2.8、 もはや花の写真は基本 F 値 2.8 とかね一番低い数字でもいいんじゃないでしょうかと思うぐらいなので、もうとにかく F 値を低くしてください皆さん。そして F 値を低くできるレンズを買っていきましょう。それは置いとくとして、ほんでもこれめちゃめちゃ明るいので ISO100 でもねシャッタースピードめちゃめちゃ速い、1000分の1秒というところで絶対にブレません。ほんで今回ねこれ三脚立ててます。三脚 100mm のマクロでめっちゃ近づけて撮るんで、なかなかねピントアースめっちゃシビアなんですよ。なのでもうね三脚は立てております。ほんでこれね縦構図なんで、ちょっとねこれを縦にしますとカチッとな。いやこれちょっと待って、めっちゃ便利やぞこれ。めっちゃ便利説あるぞ、やば。おお、これ簡単に縦横切り替えれるし、しかも90度とかでカチッと止まるというね非常に素晴らしいぞ。これやばいぞ、これなんか意外とめっちゃいい説あるぞこれ。ということでこういう感じの設定で撮っていきましょう。
はい、ということでこんな感じの写真になりまして、これもマクロでね、チューリップの花びら1枚、その花びらのね先端ギリギリにピント合わせて撮ってみました。でこの写真もね、さっき説明した通り逆光で撮ったんで、こうふんわりしてる、かつこの手前と奥にボケを入れて真ん中にピントの合ってる花びらを入れる、これでこう奥行き感をね3分割に分けて撮ることで主題がパッとね引き立ってるかなと思います。ほんでこの花びらね先端ギリギリにピント合わせたかったんですよ。ほんでこうね、レンズが 100mm という方でね、めちゃくちゃピント合わせもシビアでした。なので今回三脚を使ってます。でね、これちょっと見て、これこういうのがね今回つけてるんですけども、これちょっと発音合ってるか分からんけどね、エイトっていうね、あの製品なんですよ。これこの動画アップしてる時からこの製品ね、あのリンク先から見れるようにはなってると思うんですけども、ちょっとユートビこれね事前にお借りしてね、これ今回試させていただいてるんですよ。これでもめっちゃいいかもしれん。簡単にこれ横と縦と切り替えれるという L 字プレートがいらなくなる説が非常に高い。ちょっと詳細はもうちょっと後でちゃんと喋りますがね、今回ちょっとこいつにも活躍してもらいつつね、花をもっとね撮っていきたいなと思います。ということで次はね、こうマクロレンズっぽい写真じゃなくて普通のねレンズでも撮れるようなね花の撮り方の説明をしていきたいなと思います。なのでね、別にマクロレンズない方でもここからはね楽しみますんで、ただでもマクロレンズあった方がね、ここからの人生は皆さん楽しめると思いますんで、あのとりあえず買ってきてください。ということで次、はい、ということで次なんですけども、次はねここからまた縦構図で撮っていこうと思います。奥にねこれ桜が咲いてるんですよ。今年の桜すぐ咲いたからすぐ散るかなと思いきやね、まだ頑張って耐えてくれてますね。なんだかんだ豪雨がないからかわからんけども、散り終わるまではねちょっと耐えてくれて本当にありがとうございます、桜さん。ということでですね、この桜を主題にします。なのでこの桜をさっき言ったあの3分割でいうところのねど真ん中、ほんでさっき3分割でいうところのね奥に関してはねこの青空を入れます。他にもねいろいろ桜って向こうとかにも生えてたんですけども、ここの桜だけね奥がね青空にうまいこと抜けてたんですよ。なので奥側にね青空が入るようにちょっとねこうカメラを下げて広がりをね持たせていきますと。ほんで最後これ手前ですよね、手前写真撮った時の中間桜、奥に青空、ほんで最後これ手前ねこうチューリップが入っておりましたと。ほんでちょっと次ねこのこっちのカメラで切り替えて説明するんですけども、これ手前にチューリップこうやってねこう今回も前ボケで入れようと思います。ほんでこうチューリップね、まあ、どこ見ても綺麗、こうやってぼかしたらどこ見ても綺麗なんですけども、ちょうどここですね、ここ、この手前一番右手前のチューリップが赤くボカンと入ってます。ほんでその左下手前にも黄色いチューリップがありますと。これをねちょうど写真縦構図にした時の右下左下にね収めていきます。写真はね4つ角も超重要なので、右下左下の角にちょうどこのね赤のチューリップと黄色いチューリップ大きめにボンボンと入れます。なのでこれをぼかしつつ奥の桜にピントを合わせると、ほんでちょっと下から撮ることによって青空にも抜けていくという感じで、青空桜チューリップの前ボケ、これでね撮っていきたいなと思います。これに関してはね別にあのマクロレンズとか関係ないのでやってください皆さん。ほんであのマクロレンズでもねマクロじゃない写真って撮れるので、結構あの単焦点でねクリアに撮れるのでおすすめです、マクロレンズで普通の写真を撮ること。ということでここ縦構図で撮っていこうと思います。で設定していきますというか、もうこれもねさっきと設定全く一緒、 F1.8 ISO100 にした時に手ぶれしないシャッタースピードです。ほんで露出補正はねちょっとプラス 0.7 ぐらいにしております。でこれねあの手前のチューリップも全体的に綺麗なんで、 F 値をね大きくして全体的にピント合わせてもね全然綺麗だったんですけども、もうこの辺はもはやもう好みですね、好み。ユートビーの場合はねもう前ボケがやっぱ好きなんで、ユートビーらしい写真にしたいということでね、もう F 値はやっぱ低くしてピントが合わへん、 F 値はやっぱり低くして 2.8 にして撮っていきたいなと思います。こいつさちょっとちゃんとね一回ちょっと見せて、大きい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 見せておきたいなと思うんですけども、いやこれ結構優秀ですよ。ここのくるくるをね緩めてもう縦にするか横にするかってこれだけなんですよ。ただこれだけなんですけども、これのね便利さ分かる方めっちゃ多いんじゃないですかね。これ結構さ、これ三脚つけた状態でさ縦にしたり横にしたりするときって結構あるじゃないですか。超望遠レンズとかやったらそもそもあの三脚座っていうのがついてるんで、まあ同じようにねこんなことできるんですけど、標準レンズとか単焦点とかでねこういうことってあんまできなかったんですね今まで。でまあ言ったらこの商品あの三脚座を後付けできるみたいな感じですね。どんなカメラどんなレンズでもあの一応対応してるカメラはもちろんあるんですけども、まあ、ミラーレスねフル
ルサイズ、ニコンとかソニーとかキヤノンやったらね、結構ね対応しております。で、あとさ、これバリアングルのカメラ使ってる人ってさ、 L 字プレートつけちゃうとね、ここがね結構干渉しちゃってうまく回せなかったりとか、あとはこのケーブルをつけたりした時も L 字プレートがあったらね干渉しちゃってうまくつけれなかったり、うまく回せなかったりすると思うんですが、こいつはね、あのこっち側についてるんで全く干渉しないんですね。これケーブルもバリアングルも、これもね、これもなんかほんま盲点の商品やけど、めっちゃ考えられてるなと思った。これどこでもこれ立て構図にしてね、ここまた、ね、切り取っていきたいなと思います。ということで、どうでやじょはい、ということでこんな感じの写真になりまして、まだね、これもこのね、8、発音わからんけど、8っていうね、この8、アートロールみたいなね、ローマ字なんですが、8って読むみたいです。この8を使ってね、縦構図にして撮ってみました。いや、このね、手前のこのチューリップポンポンっていうのをね、伝えたかったんですが、伝わりますかね、これ。あとさっき右下、左下の角にチューリップ言うておりましたけど、右のチューリップもうちょっと上側に上げる方がね、チューリップ感が出たので、そうしてみました。もうなんか最近この構図ばっか言うとび撮ってる気がしますが、前ボケにして奥にど真ん中になんか枝とか木とか桜とか入れて、ほんで空に抜けさせるというね、この構図ほんまにおすすめなんでやってください。なんかこれ動画ずっと言ってるかもしれへん。これ今から今後上がる動画にでもね結構使ってる構図なので、ぜひ皆さんこれほんまこれもやってみてください。で、この8か8かなんか、ちょっと呼び方も呼ぶ発音も分からへん。8、これね、これほんまめっちゃいいわ。夜景撮影でもこれはちょっとめっちゃ活躍しそう。結構これ刺さる人多いんちゃうかな、マジで。わざわざさ、これカメラをさ、こう外してまた横にして、また外して縦にしてっていうね、そんなことをやらずに済む。とりあえずずっと透けた状態でこうくるっと回すだけで横と縦を切り替えれると。しかも全くこのカメラの位置がずれないから、また構図微調整する必要もないっていう、非常に素晴らしい考えられた絶妙な製品。これめっちゃ売れる説あるぞ、マジで。一応対応してる製品とかちゃんと決まってると思うんで、ちゃんと確認してからね、皆さんポチロにしてください。ということで次、はい、ということで次なんですけども、次はここから縦構図で撮っていこうと思います。縦構図大好き、縦構図ラブ、縦構図と共に暮らす、縦構図にしか見えないファインダー越しの私の世界。ファインダー越しの私の世界って今もまだやってんのかな、時代を感じますね。ここね、このチューリップね、ちょっと曲線になって奥に続いてるんですね。なのでこれね、結構奥行き感出せるなと思いました。ほんでそのまたちょうど奥に桜があります。ほんでその奥もね、青空で抜けてるので、これまたね、非常に伸び伸びした感じの写真撮れるんじゃないかなと思います。で、これ花の撮影で気をつけるポイントとして、やっぱね、どれも綺麗なんですね、花って。だからこそね、こうなんか全体的にね、何も考えずに全部綺麗からバシャッと撮ってしまいがちなんですが、そんなどこも綺麗な花やからこそ、逆にちゃんとその中でもどこを写したいか、その中でもどこを副題に使うかっていうのをめっちゃ考えてね、撮るべきなんですよ。もうこれほんま、菜の花でもネモフィラでも桜でも梅でも何でもそう、全体的に綺麗やけど、その中でも綺麗なチューリップを探す、その中でも綺麗な桜を探す、その中でも綺麗な桜のこの枝のラインを探すみたいな感じで、自分なりにこう見ていく中でね、この中でも綺麗やんけっていうところをね、探しながら、そういう観点を持ってテクテクにカメラ持って歩いてください。重たいですがね、ちゃんと抱えて持ってあげてください。可愛いんで、カメラ可愛いな。よし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 、危ない危ない、発作が起きた。ということでですね、また今回 100mm で撮っていきます。これね、花の撮影でね、結構重要なポイントとして、簡単にね、撮りやすいポイントとして、ちょっとね、望遠気味のレンズ使う方がね、簡単だと思います。やっぱね、広角って難しいんですよ。この辺切り取ってもなんか塀やら人やら雑草やら草やら階段やら全部入っちゃうので、やっぱその中でほんまさっき言った通り、綺麗なところだけポイント絞って撮りたいんで、望遠気味のね、レンズ持って行ってあげた方が簡単に撮れると思いますんで、皆さん 70mm とか 100mm とか、その辺のね、レンズ、その辺まで撮れるレンズをね、持って出かけていきましょう。ということでですね、まずちょっとカメラ切り替えますと、これでですね、もうさっきの映像とは全然違うんじゃないでしょうか。皆さん、奥の桜ね、これ右から左に向かってこう垂れ下がってる感が出るんで、これをちょっと右側に入れます。ほんでこう下に下がっていくとね、ちょうどチューリップが左下の角から奥に向かって曲線で伸びていってるので、いや非常に良いね、これ奥行き感出るのではないでしょうか。でもあとはこっちの辺の枝とか、こっちの方の人とか、この杭とかが入らないように、もこの入れたい部分だけをね、縦構図で撮っていきたいなと思います。ということで、ここ縦構図で撮っていこうと思います。で、設定していきます。今回もさっきと一緒っていうか、もう花の写真一回設定したらほぼ一緒みたいになってしまっている。 F1.8 ISO100 シャッタースピード、ブレないスピード、その設定でお願いします。は
い、ということでこんな感じの写真になりまして、今回も桜主題にして青空を奥にして手前のチューリップを曲線にして入れました。曲線もね、ほんまめっちゃ入れたらね、うまいこと奥行き感とか綺麗なライン感が出るので、曲線もね探してみてください。ということで、もうどうもないので終わります。はい、ということで本日は花の撮り方についてね話してみたんですけども、花だけに今回ね、ちょっとこのエイトエイトエイトってなってるのかあんまり分からない。エイトって読むらしい、カタカナでエイトって読むらしいんですが、発音が分からないこのエイトですね、これをねちょっとご提供いただきまして、これでね花の写真を撮りました。ちょっと簡単に詳しくどんな感じか見ていくと、まあほんまに言ったら三脚座みたいな感じ、もちろんアルカスイス互換です。ほんでこのここのネジみたいなやつをくるっと回して緩めたら、こう縦にも横にもできるっていう製品なんですね、簡単に言うと。でこれどういう感じでカメラについてるのかっていうことなんですが、もうほんまこのカメラのね、そこのネジ穴にね、いつもプレートをつけるノリでつけてるだけなんですよ。でそのこのプレートにこの丸いね、こういうやつがついてますと。ほんでこのカメラにつけたプレート、ここだけがカメラにつながってて、このネジを緩めたらこれがね、これがこうやってま動くみたいな感じなんですけども、だからこそね、これね、カメラとかレンズにね全く当たってないんですよ。擦れて傷つく心配もない。ほんでかつね、もちろんこれねつけたままレンズ交換とかもできるという感じなんですね。いや、うまく考えられてますね、ほんまに。あとこの底の形がね、ちょうどピークデザインのキャプチャーにも対応してるみたいなんで、キャプチャー使いの人でもね、カチッとここに胸にねつけることもで、結構かゆいところまでね手が届いてますよこれ。いや、ほんまにね、なんかほんま絶妙な商品、なんかほんまに絶妙、マジ絶妙、特にほんまダメ出しもなく絶妙な商品やなって思いましたね。ほんま考えた人写真好きなんやろなと思った。考えた人写真撮ってて三脚使っててさ、何回もこれね取り外したらそんなめんどくさいんやなと思って作ったんでしょうね、これ。いや、行動力の塊マジで。ということでね、まあまあほんま簡単にまとめると、アルカシーズ互換です。で、まあ三脚座、超望遠レンズの三脚座みたいにこの縦横簡単に切り替えられます。でここは回るだけなんで、構図の微調整もやり直す必要ないし、ピークデザインのキャプチャーにもつけれるし、レンズ交換もつけたままできるし、バリアングルも干渉せえへんし、ここのねケーブルとかも干渉しないということで、いやほんまなんかなんか自分で喋ってても不思議なぐらいさ、絶妙な製品やなと思いましたね。なんでこれが今までなかったんやろってくらい。まあとりあえず気になった方は概要欄にリンク載せておきますので、ぜひね見てみてください。ということで、もう喋ることないので帰ろうと思います。皆さん花の撮影楽しんでいきましょう。さよなら、バイバーイ。